こんにちは、石崎です。本日は9月の埼玉西武についてお話ししたいなと思います。優勝争いを繰り広げていた埼玉西武ですが、勝負の9月で大失速、優勝はほとんど厳しくなってしまいました。もちろんどのチームも今季は本当に厳しい戦い、コロナと戦わざるを得ませんし、不測の事態が多いです。で、埼玉西武は今季当初から頻打にあえぎながら試合を壊さない先発と圧倒的なリリーフで勝ちを拾ってきました。しかしここに来て本当に苦しい。まだまだファンとして優勝争い諦めたくはないんですが、本当に厳しい状況にはなってしまいました。今オフ、殿崎選手、森選手が FA、 さらに本来は山川選手が23年オフの FA 取得と言われていますが、怪我特例がありますので22年オフの取得可能性も言われています。数々の流出があった中で、今チームが本当に頻打にあえいでおります。その中でこの2人が移籍してしまえば上位争いとも言えなくなってしまいます。そんな今月の埼玉西武についてお話ししたいなと思います。9月の先発防御率が 3.12 でリーグ2位、救援防御率が 5.52 でリーグワースト、3、4月は 2.08、5月が 0.99、6月が 1.51、7月が 2.18、8月が 3.13、9月が 5.52 と、救援防御率は5月以降、右肩下がりです。もちろん8月には増田選手のコロナや、森脇選手、平選手、佐々木選手が怪我離脱、本田選手、水上選手の疲労や不振もあり、セットアップ起用のスミスも安定とはいかず、本当に苦しい戦いだったんですよね。その影響で8月には増田選手、水上選手、本田選手でなんと合計6敗。前半は6回までリードしていれば負けなしというくらい圧倒的でしたが、崩れ始めてしまいました。そもそも今季はずっと打線が上がってこず、先制しても追加点が取りきれない、あと一本の逆転ができないことでずっと勝ちパターンを出さないといけない形になっていました。その中で先発もイニングを食うことができませんでしたので、勝ちパターン的な選手を毎日のように稼働させざるを得ませんでした。戦力化できた選手たち、本田選手、ボー、佐々木選手と多かったので、バリエーションはあったんですが、4点リードまで勝ちパターンを使ったということもあり、疲労は多く溜まってしまったかもしれません。といってもリリーフ陣が強力であること、それを生かす形で勝利を取ることができた。もう少し先発に長いイニングを食ってもらいたかったんですが、それを開幕当初からやっていた時に負担は減ったかもしれませんが、ここまで勝ててはいなかったかもしれません。で、8月以降の投手の成績がこちら。はい、もちろんリリーフは1試合打たれると数字的に悪化してしまうのは仕方ないですし、今でも救援防御率は 2.24 でリーグトップです。ただもともと三振を奪えるわけではないこと、フォアボールが多く圧倒的な範囲の守備を持ちながら失策が多かったことで自責点が少ないため防御率映えするところはありました。その揺り戻しがある程度来ていること、さらにシンプルに疲労と今季ブレイクという選手が多いからこその疲れもあるのかなと思います。夏場に平選手、森脇選手、佐々木選手が離脱したように、今もコンディション的に万全ではない選手が多いかもしれません。で、今シーズンの西武の上位争いの大半は守備とリリーフによるもの、そして先発の粘りがありました。実際今でも先発はまずまずと粘っているものの、今の打線だとクオリティスタートでは勝てないんですよね。その中でリリーフが崩れてしまうというのは本当に苦しいところです。現在の先発、8月以降の成績がこちらです。はい、高橋光成選手が圧倒的な安定感、松本選手もある程度試合を作ってきて、出遅れた今井選手も試合を作ってきました。ただ今井選手が現在疲労考慮、咽頭炎ということもあり少し時間がかかります。加入のエンスは10勝、ブレイクの与座選手も10勝ではありますが、少し与座選手は夏場以降イニングが苦しく中盤のような安定感が出てきていません。佐藤選手の失速、隅田選手も中盤以降内容が悪いです。平井選手も5回を投げる先発として安定感も夏場はやや打たれてしまっていました。高橋光成選手、与座選手、エンスが2桁、サモン先発勝利数は21年の7倍の14勝、助っ人先発勝利数は11倍の11勝、これにはエンスが大きく貢献してくれています。ただ前半は早めにリリーフを出していたからこそ、崩れる前に変えたということも大きかったんですが、後半はかなり引っ張った起用をしていて、それがきっかけで打たれてしまったり、結果リリーフの負担につながってしまった、そういう試合もありました。リリーフは若干疲れてきていますが、先発に関しては引っ張っても極端に悪化したわけではないんですよね。むしろこれは前半当初からやって成功したかもしれません。
ただ新戦力ブレイクの与座選手がローテーションの中心で、今井選手松本選手の不在時期があったので、まあそうやって先発投手を早めに下ろすっていうのは、まあ仕方なかったところはあるのかなと思います。でここまで戦えているのは、やはり開幕からずっとローテーションを守り続けている高橋光成選手の存在は大きいなと思います。まあピンチで少しあっさりめに見える失点があったり、フォアボールから崩れるところはありますが、西武のエースとしてまあ堂々と胸を張れる成績ではあるのかなと思います。で現在の成績ですが、まあ、基本的に山本選手の次に大体の成績は良いんですよね。まあ、もちろん2020年のようなカットボールとスプリット主体というピッチングを個人的には見たいなと思いますが、今シーズンフォームを変えて縦スライダー中心に投げています。まあ、その中で若干判定によってしまうところだとか、実際に要所で抜けてしまうところがあるので、そういうところが若干の不安かなくらいです。本当にそれ以外は言うことがありません。今シーズンもしっかりローテーションの柱として投げてくれていますし、これで3年連続規定投球回到達、まあこれだけの存在っていうのはなかなか簡単には出てこないんじゃないかなと思っています。ただなんといっても今月の問題は打線でしょう。現在のトータルの打率が2割3分でリーグ5位、本塁打110本でリーグトップ、 OPS6 割5分9厘でリーグ4位、得点435でリーグ3位。本塁打は山川選手のおかげで1位ですが、規定到達選手が源田選手、殿崎選手、オグレディ、山川選手の4人で、規定でチーム3番目の打率選手が2割2分3厘なんですよね。これが本当に今季の頻打が深刻であることを表しています。そして優勝争いの9月の10試合、3勝7敗なのですが、チーム打率は1割8分5厘で8本19得点です。まあ単純計算で1試合2得点は難しいという状況です。先週は5試合で8得点でしたので、1試合平均だと 1.6 得点、ソフトバンク戦で5得点も敗戦、翌日は完封負け。かつては打線が引っ張ってきたチームですが、今年はずっと投手のチームでした。それでもある程度まとまってきたのがリリーフと守備ですが、現在はリリーフもかなり疲れが来ており、チーム全体として武器が何かと言われると正直わかりません。で、現在の野手の成績、スタメン選手がこちら。殿崎選手が怪我、川越選手がコロナ復帰後、自打球の影響で調整が若干長引きましたが、復帰も近いかなと思います。スタッツ的に悪くは見えないかもしれませんが、スタメンで OPS 7割を超えてくるのは山川選手、森選手、オグレディだけです。さらにオグレディも中盤以降は右肩下がり。今季は前半に森選手の骨折、健太選手、ウー選手のコロナ、オグレディの一時帰国など離脱が相次ぎ、中盤以降も鈴木選手、川越選手、金子選手らがアピールした後にコロナ離脱や怪我離脱、痛い離脱がある中で、今は殿崎選手以外基本フルメンバーなんですよね。その中で9月の成績がこちら。はい、まあ、9月のチーム OPS5 割4分7厘もさることながら、得点圏打率1割5分、得点の場面見ているファンからすると、まあ、正直かなり言えるぐらいになってしまってるんですよね。埋まらない1番問題、主軸以降が厳しすぎる問題、中村選手が頼もしい長打もなかなか率では苦しいですし、そもそも栗山選手、中村選手はずっと出場が厳しいんですよね。復帰後即結果の金子選手が2試合2割5分1、3塁打も、まあ、怪我の影響もあってかずっと出場することはできず、若林選手もずっと状態が上がらないんですよね。打率2割7厘、長打は0で、打数87に対して三振34と、まあ、ほとんど追いかけてしまって当たらず、昨年のように走ることが難しいながら3盗塁も、まあ、一番打者としては厳しい状況です。西川真奈選手も59打席連続無安打の日本記録。少し前は若林選手も長谷川選手も苦しい、高木選手、川越選手、鈴木選手がコロナ、金子選手が怪我だったので起用も仕方なかったんですが、今長谷川選手もアピールしていますので、その中で起用がないっていうのは残念かなとも思います。今2軍で打っている選手を挙げることはできるかなと思っていますし、正直入れ替えはもうしてほしいなと思います。まあ、やはり下位打線と1番に苦しんできたチームで、殿崎選手もいないとなると3、4番が打たないと勝てません。先日は森選手がノーアウト2塁から自己判断でバント、そして山川選手が内野ゴロ、ゴロゴーで得点が取れませんでした。確かに森選手の状態も良くないですし、エース高橋光成選手の登板だったので何としても1点が欲しかったんですが、やはり森選手、山川選手で複数点取れないと大量点は難しいです。特に山川選手が冷えてきている今はなかなか難しい。で、先日2軍は11得点、5得点。二木選手からホームランを打った高木選手、そして二木選手、小沼選手、シューメーカーからホームランを放ち、現在は3割1分2厘、8本、10盗塁としっかりアピールできている長谷川選手。
さらに本塁打こそゼロながら2試合連続猛打賞で3割に到達した山村選手、ホームラン含む4安打2安打と仕上がっている川越選手が上がるとして、終盤にかけて入れ替えというところはもう少し積極的でも良かったのかなと思います。残り11試合、優勝争いはかなり厳しい状況です。撮影時点ではソフトバンク戦3試合目を控える状況、ここで負けると優勝争いはほとんど絶望的になり CS も厳しくなるくらいの状況ですが、勝てばまだ可能性はあります。まあ、正直優勝争いというよりは今度は CS 争いかなと個人的には思っています。これから4連戦楽天戦がありますし、ゲーム差としては本当になくなってきています。どうにかクライマックスにはなんとか耐えたいところです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。